食べたいと思います。よしよしよし、どうもこんにちは。マテモス協会、ただいま2時15分でございます。え、違うやん、3時15分でございます。というわけで本日は男の禁断飯じゃいい、というわけで宮崎辛麺の混ぜそば、焼きそばみたいなのがありましたんで、こちらに野菜を添えたことによってすごくヘルシーな見栄えになりました。そしてご飯はレンチン飯に、これはブリの照り焼きが冷凍であったんで、これもちょっとやってみました。はい、レンチンしただけですね、照り焼きに関してはね。レンチンを1分半ぐらいに出しました。いかがでしょうか。うん、うまそう。というわけでね、いただきます。食べましょう。さあ、今日一日頑張れば週末ですよ皆さんね。もうこれが公開される頃には仕事も終わりかけてるかもしれませんけども、うん、どうなんでしょうか。さあ食べよう。あー、なんか今週は仕事がゆっくりしてくれてるんで、うん、細麺で美味しいです。宮崎辛麺うまいね、やっぱな。焼きそばにするとちょっとあっさりめ。うん、これはいいものです。うん、まあ今日はね、今週はゆっくりしてるんで、昨日か一昨日ぐらいから始めたチャリンコの美奈ちゃん、何チャリンコのね、あの DIY というか、うん、ボロッボロのボロボロってめっちゃ錆びてんやけど、もうネギもね、もうね、ほんとね、錆びついてて回らへんっていうか、うん、ネギ山もバカなんで大変ですよ。全部錆び取りながらしてるの大変なんで、どうしようかなと、うんうん、ただもうね、ゴミ、もしもう私はゴミやったんで、ゴミとなってたチャリンコをもらってきた、うん、それをね、直して乗ろうって感じなんで、あんま金はかけたくない。ただ、普通に、うん、うまい。乗れるようになったらエヴァじゃなくて、やっぱカスタムしてるから、ママチャリを、まあそれなりに俺の中での洒落たママチャリにしたいわけですよ。で、まあ全然動画にしてないからね皆さん。うん、変なとこ入った。どんなんか変なの入った、うん、まだ入ってる。うん、このわけのわからんひき肉がむせポケットに入ったまま出てきません。うん、まあいいか、うん、どんなんかわからんと思いますけど、けど普段私は移動は車で、
チャリンコに乗ることはないんですけど、でもね、チャリンコ1台あってもいいかなということで、まあもちろんね、ボロのチャリンコを拾ってきたわけですけど、一つのコンセプトとしては、まああんなボロかったもんがまあまあ見れる状況にまで持っていったチャリンコ、まあこれぐらいやったらな、洒落てるかなっていうチャリンコにしたいと思ってます。でもう一個が、さっきも言ったように俺は基本的に車で移動することが多いんで、チャリンコ作ったって乗らないね、修理車ってね、乗らない可能性もあるし、まあ一応俺だけじゃなくペーターも、乗っても激しくないデザイン、まあ、うちの車とは知ってられる方は知ってないと思うんだけど、割にね、おしゃれやん、かっこいいって言ってもらいますけど、皆さんが乗るのは嫌でしょ日常的に乗るやん、何でも車乗らへんでしょ、目立つし、うちの車が結構ね、普通日常的にも言われますけど、言ってもその車に乗りたいか言うたら違うやん、もちろん俺がカスタムしてしもたママチャリをペーターが乗るかっていうと、乗らない状況やと、使うことなく終わってしまう可能性もあるんですよ、やったけど、そうするとやっぱり一応汎用性のあるというか、一般的おしゃれに寄せとかんとあかんから、もっと言うと実用性を考えるとカゴをつけるとかね、そういうこともしておきたい、まあ、あくまでもしゃれてるかもしれんけど、ぶっ飛んだチャリンコでは、俺やったら多分ローライダーにしてしまったりとかねローンスイつけてうまいことどうにかして、チャリンコのローダウンとかするかもしれんけど、今回はあくまでも、コンセプトとしては他の人が乗っても別に恥ずかしくはないような派手じゃないチャリンコを目指してます、でそうやってくるとね、さっきも言ったように錆びてるパーツとかもね、削って錆止め塗ったらいいかもしれない、錆止め落としたこと、もうね手間なんだよそれが、もう非常にほぼ錆びてるからネジも回らんし、もうどうしようもなくもうグラインダーで切ったりとかネジをして、なんとかフレームまで解体して、で変えるパーツ、交換できるパーツがあるものは交換しようと。で、できればこのペダルのところの、この、なんていうの、この鉄のところ、ギアも変えたかったんやけど、そのクランクがね、このつけてる、この、ペダルのついてるところと車体の間についてる、この棒あるでしょ、くるくる回す、この、ここにペダルって、こういうふうに回る、こういうふうに回る、もうぐるんぐる回る、この棒、ペダルのね。あれがね、もうね、えげつなくサビで固着してて、一応サビ落としみたいなのは買った、一応注文したんですよ。今日はもうずっとね、バーナーで炙って、片方は取れたんやけど、もう片方も取れへんし、もうこれ無理かなと思って。でも最悪そのまま使おうと思ったら、もうそのサビ落としだけして、上からサビ止めで塗って使おうかなと、今思っている。でも、それ以外のもんは多分、フレーム以外は、フレームとハンドル以外、ハンドルも交換かな、フレーム以外は多分ね全替えやな全替えしよう、もうやっぱね新品にしといた方がええわ、安心のために、わけのわからん、もう
ボロいの無理やり整備して乗るより意外に安いんですよ。前輪後輪もタイヤ付きで買ったけど1万円しないですよ26インチやったら、うん、ハンドルとかもう2000円か3000円ぐらい売ってるし、うん、で何買ったっけ、ペダルのところにしたって2、3000円でしょ。2万円せずに多分ね、うん、綺麗にできるかなと思うけど、2万円かけたら中古の自転車こうてこれますね。そういうことはなしということで、まあ、基本俺はスキルというか、まあ、そういう知識、修理の知識つけるためと楽しみでやってるんで、まあ、趣味なんで、リサイクルショップ行ってチャリンコ買ってきたらもっと安くでありますよ、綺麗になりますよっていうのは分かっててやってます。その辺だけちょっと踏まえて、まあ、まだバカがしょうもない金無駄遣いしてどうでもいいボロいチャリンコを直しとるなぐらいで思ってもらえばいいかなというような動画を撮れたらね、公開できたらなと思ってますから、安心したらね。はい、というわけでパテポソ協会、本日は宮崎辛麺のまぜそばなんか焼きそばかも分かりません。これ美味しかったです。うん、最近 の焼きそばブーム、太麺とか結構ね、まぜそばブームにしてて太い麺にしたりするところもあると思うんですよ。まあ、それの方がうまいかもしれない。宮崎からもやっぱこの細い麺の方が美味しいですね。うん、それにブリの照り焼きに乗っけて金だめしていただきました。まあ、そんな多くないですけどね。はい、まあ、本日も皆様ご苦労様でございます。今日一日働いてね、良い週末をお迎えくださいませ。で、明日も明後日もお仕事の方は一緒に頑張りましょう。そして今日の朝はソフビ動画も撮りましたので、うん、またそれを編集できれば今日か明日に公開したいなと思ってます。というわけでパテモソ協会でございました。ごちそうさまでした。アホな。